すいません、突然お邪魔しまして、初めてお邪魔します。奥崎健三と申しますんですけどね、島本さんって方ですね、うん、島本さんって方をニューギニアでですね、同じ私と4年兵 の同年兵でしたんでね、で島本さんのが西ニューギニアのですね、アルソーいうところでですね、亡くなられまして、それで同じね、同じ同年兵ですからね、穴をですね、島本さんのね、亡くなられた遺体をですね、穴に土かけさせていただいてですね、それで青いパパイヤとかですね、そういうのをお供えしてですね、で水筒の水をおかけして、それでお弔いしたんですけどね、ところがね、島本さんだけなんです、そういう方は。後の方はみんなそういう 穴に埋めてもらわれてですね、島本さんだけがそういう穴に埋められてですね、一番幸せ言うじゃおかしいなんですけど、他の方はね、みんなあの考えによっては島本さんもね、一番お幸せだったと思います。本当私は幸せだと思ってますけどね。ですから私はね、私何の方法でね、供養させていただくと。いやいやだがね。あそこはお母さん住んでてんの？うん。お墓はどこですか？これじゃ。お墓はここですか？うん、これ。立派、うちらこんな立派なお墓ないですかね。これ姉さんの、これがね。はい。流してもらおうか。なかなか立派なお墓ですね。うちの田舎の墓なんてこんな立派なお墓じゃないですね。はあ、来ませた、今日も来た、この岩石に今日も来た、